チャオ、あっちゃんです。今日は、8月の12日になるのかな、月曜日。あっちゃんの朝ごはん、今日はパン、スーパーモリカで買ってきた絹、6枚でしかなかった、5枚なかったも6枚買ったも絹、これね、神戸屋さんのしっとり生食パン、ほどける口どけ絹生食パン、これ生で食べてみようかな。もう美味しい、美味しいけど甘いね。美味しいんだけど焼いても美味しいな。初めてかな、ちょっと高いパンだけど250円ぐらいね。甘っ、焼くのもったいないな。よし、焼くのもったいないからオリーブオイルつけて食べよう。お皿にね、にしよう。オリーブオイル、塩オリーブオイルをつけて食べましょう。美味しいパンを入れたと思います。明日もやっぱり今日はこれでいってみよう。で、トマトジュース、ジュースを買ってこないとね。教会も行きたいけどな、片付けそうでいかれへんよな。片付けてしまいたいしね。では食べましょう。今日もね、オリーブオイルと塩で食べます。いただきます。昨日のね、ヤモリが可愛くってさ、まだ忘れられへんねん。元気にしてるかなーって思ってね。それのね、ヤモリのお話をちょっとしててんけどもね、さっき今動画撮ったところね、お着替えする前に。で、今お着替えして。このオリーブオイル美味しいわ。オリーブの味が効いてんね。塩とオリーブ、やっぱりいいオリーブオイルは違うな。美味しい。塩とオリーブオイルとトマトジュースが合う。いいね。あのね、ほんまに見れたらしいかもわからんけど、やっぱりお風呂のね、壁っていうか、の上のところからあっちゃん頭洗ってる姿じーっと見てた。ヤモリのね、赤ちゃんの顔がずっと思い浮かぶね。いいよ、入ってくる。結構ね、ペースで入ってくるね。ただ溺れた子はめったにおらへんから、いつもね壁とかに張り付いてたりぴょこぴょこって歩いてんだけど、不満ように気ぃつけてね。
まあ、踏むことはないんだよね、地べたることはないんだけど。ね、見ることはあんねんで、でも溺れてた子は助けたらね、助けて遊んどったってないから、うん、なんかねそういうのがおったら欲しいな。がまだ出てんね、横そこでこっちまで来て部屋から来てな、ここまでスー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 寝てんね、お昼でご飯食べるとまだいいとか言って横になってまだ寝てうん、おいしい。うん、おいしいね。ちょっと待ってね、コミュニティも開いてみよう。あれコミュニティのコメントが減ったぞ。誰か消したのかな、うん、あれ増えてる数字減ってんのにコメントが増えてる。やっぱりイモリとヤモリをあの、うん、やっぱりね、イモリに見えるね、真っ黒毛やし、背中濡れてたから、イモリに見えるんやろね、うん、基本うちにはイモリは食いへんから、いつもわかんないけどね、うん、指の本数とかも、いやけど、あの、今日一人ね、食器関連のところの虫は吐きそうって書いてる人なんだけど、あの、ヤモリは虫じゃないんです。爬虫類なのね。爬虫類と虫を一緒にしないでください。まあね、虫がおるからヤモリがおんだけどね。まあ、まんなら間違いではない。うん、ヤモリを虫っていう認識はやめてください。おいしいパンはね、いいオリーブオイルにつけて食べるのが美味しいわ。昔ね、じゃ知らんかって、安いペットボトルの、大きくて、あ、もう、1リッターぐらい入って1000円ぐらいの、ジャブジャブ使えるオリーブオイル使ってて、確かにね、オリーブオイルの香りも美味しいし、いや、熱入れてね、焼くもんにもやっぱオリーブオイル使ってたね。よう、今頃になってね、調べたらね、オリーブオイルはオメガ9でかけて食べるんじゃなく、あの、なんだろう、こういうものは、うん、生で食べるって、ああそっかと思って、いつも買ってる安いやつ生で食べとって美味しかったよ。でも高いオリーブオイルっていうのも食べたことあってんけども高いし、ね、イタリア旅行行った時にね、食べたオリーブオイルはすごい美味しかったんやけど、日本帰ってきてあんな風味出えへんから、海外輸出したりしたら味が落ちるのかなとか思ってたりしてて、でも、高いオリーブオイルをね、視聴者さんにもらってね、瓶のやつ、ね、あれ使ってから、世界観変わった。生で食べて、オリーブオイルのこんな香りがするんやな、オリーブオイルをほんまにもうドレッシングとしてかけるぐらいやったら、一本こんな細いでも2000円とかするんだけど、そんなん使ってもいいなと思うなって。今はもうオリーブオイルは生食にしか使ってないんやけど、うん、体にもそっちの方がいいしね。でやっぱりね、高いからいいんじゃなく、ほんまにいいオリーブオイルと、オリーブオイルって言われてるけどオリーブオイルじゃない、エクストラバージンオイルって言われててもエクストラバージンオイルじゃないオイルが多いねって、
結構有名メーカーで日本に入ってるところでとか、日本製でも怪しいのがいっぱいあるねんって、オリーブオイルは、うん、聞いたからね。オリーブオイルはね、やっぱりスペインとかイタリアの厳選されたいいやつを使わなあかんって。今までね、産地イタリアにはこだわってた、イタリアかスペインかのオリーブオイルを使ってたよね。でも安いやつね。だからエキストラバージンオイルって言っても精製の仕方で、一応扱いはエキストラバージンになるかもわからへんけど、いいオイルじゃないのがあるって、うん、そう思ったら怖いなぁと思ってだから、うん、今はちょっといいのをね、もうほんまちょっとしか使わないような使い方してるね。またもうそろそろ買わなあかんのかな、オイルね。昨日からほんまにね、ヤモリが可愛くってそんなこんなでね、わーっとしてるあっちゃんでした。はいということで、今日のあっちゃん、なんだろう、もう今日の朝ごはんはね、神戸屋さんの絹やったかな、なんか生食パンをオリーブオイルで食べてみました。美味しかったです、うん、でもやっぱりね、やっぱ野上さんとかの生食パンほどふわもちじゃないね。で、耳まで焼くんじゃない、耳もやっぱちょっとパサパサしてたりだけども、やっぱ甘くてね、美味しかった、うん、一斤250円ぐらいする、280円やったかな、ちょっといいやつやねんけどね、間違えて6枚切り買ってんけどね、あれをね焼いちゃうとちょっともうパラパラになるかなと思ってるけど、明日ちょっと焼いてみたいと思いますパンもね、いろんなことして食べるっていうのもね、まあ、味わい違ってくるんでね、うん、でいきたいと思います。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、神戸屋さんの絹っていう生食パンを、オリーブオイルと塩で食べてみました。めっちゃ美味しかったです、ごちそうさまで。まあ、飲み物がね、ストマトとカフェオレ、まあ、いつものパターンやねんけどね。そんな感じで今日のあっちゃん始まります。今日もね、お片付けラストスパートして、明日、今日12やから明日、お祭りして、明後日お坊さん来るのかな、で15日送って、でお盆を迎えたいと思います。お盆中はうちはね出かけていかれへんのでね、頑張って部屋片付けよう。